こんにちは、春風ツアーです。オーロラツアー、オーロラハンティングに最適な場所、今回は海上編です。海上編と申しましても、このオーロラを見るためにノルウェーの沿岸を航行する、そのクルーズ船フッティルーテンという船を使います。フッティルーテンというのはノルウェーの沿岸を航行するクルーズ船です。この地図にございますように、ノルウェーの南のベルゲンから北のキルケネスというところまで、距離にして約2400キロ、日本で申しますと北海道から沖縄ぐらいの距離がございますが、そこを南から北へ、そしてまた南へと1往復12日間かけて航行するクルーズ船です。このような大きな船で航行してまいります。この中で先ほどの地図に戻りますが、約半分から上が北極圏にあたります。66度33分を超えたあたりというのが、ちょうどこのそのあたりがちょうどこのノルウェーの半分ぐらいのところです。ですので12日間の往復中、5夜オーロラチャンスが訪れます。もちろん冬になりますけれども、このフッテルーテンの良いところというのは、ノルウェーの沿岸を航行しますので、例えばその場所が曇っていたとしても10分、20分、30分走れば雲の切れ目に到達する可能性が非常に高い。またこの沿岸地域というのは寒い内陸部と、それからここを流れているメキシコ湾流という暖流の関係で気流が発生して風が比較的吹いている地域です。ですので雲があってもその風で流されるという可能性も非常に高いエリアとなっております。このように寒いんですけれども、座ってオーロラを眺める。この船の良いところは、大きなオーロラが出ますと、日本語ではないんですが、ノルウェー語と英語でオーロラが出ましたよという船内アナウンスがございます。ですのでそれを聞いてから、体感服を着て、ダウンジャケットを着て外に行ってみるということも可能です。今回はオーロラハンティングに最適な場所、海上編フッテルーテンをご紹介いたしました。弊社でもフッテルーテンのお取り扱いがございます。ご興味がございましたらお問い合わせください。私どもがご案内いたします。ありがとうございました。